はい。大体の3の話やです。おはようございます。ですね。昨日から雨が降ったり、止んだりの、嫌なものの繰り返しですけど、まあ気温が少し下がるんで、まあいいかなと。ちょうど、真夏日より少しは過ごしやすいのかなと思います。まあ雨もそんなに好きじゃないですけど、たまにはいいのかなっていう。たまには雨が降ってほしいと思うような日に、暑さでしたね。はい。まあ本当雨はね、普通だったらあんまり好きじゃないですけど、ちょっと暑さをちょっとね、和らげるには結構いいのかなっていう感じもしてます。まあ普段はあんまり降ってほしくないですけど、たまにはそういうことに、ちょっとすがるような気持ちになります。まあちょっと苦手なものにたまにすがりたい時もありますがな。はい。まあ、なんだろうね。苦手なものにすがる。嫌なもののすがる。まあたまにはちょっとそういう嫌なものを少し好きになってみるっていうのも、ちょっと、いいのかなっていう感じがしますね。はい。まあ、苦手なものにもいろいろ挑戦していきましょう。犬はまだ別にすがりたくもない。まあ、わけわかりませんが、私のスピーチは以上となります。ありがとうございました。はい。今日も元気にさよなら。ありがとうございます。サヤプリサヤマチャでいつもハッピー第二のふるさと佐賀マッ